皆さんこんにちは、ワンタイムです。ということでね、今外にいるんですけど、すごく寒いんですよ。で、今日はね、なんとセリアに行ってきました。まあ、セリアにもね、すごく可愛いものがあったので、ぜひ皆さんも見てみてください。まずはね、こちらです。まあ、これはジッパーバッグとかなんですけど、すごく可愛いのもありました。で、こちらはコップとかガラスとかですね。すごくミッキーとかのデザインも可愛いなって思いました。で、こちらはスプーンとかフォークとかバターナイフとかがあるんですけど、なんか最近ちょっと私が初めて見てびっくりしたのがね、オーロラカラーだったんですよ。スプーンとかフォークとか、すごくおしゃれだなって思いました。すごく可愛いですよね。こちらのケーキフォークとかも、たまにはこういうのも使ってみたいなって思いました。こちらにもありますね。たくさんありましたね。もう見れば見るほど全部可愛いなって思ってしまうので、全部持ち帰りたいっていう感じもあるんですけど、すごく可愛いなと思いました。こちらはオーロラのナイフですね。もうナイフとかもオーロラなので、すごくいいなと思いました。フォークもね、こんな感じです。すごいよね、ピンクとか青とか紫とか、すごいグラデーション。で、こちらもグラスなんですけど、よく見たらね、すごくおしゃれだなって思いました。なんだろうね、これすごくおしゃれで、まあ、綺麗で、まあ、オーロラって感じがするんですけど、まあ可愛いよね、こういうのもおしゃれだしって感じです。で、こちらにもね、たくさんの形などがありました。で、こちらはトレーですね。めっちゃ可愛いさくらんぼのやつ見つけました。で、こちらはキャンドルスタンドですね。で、横にはたくさんのキャンドルがあったんですけど、見てみたらすごくおしゃれなキャンドルとかたくさんありました。星とかお花とか、このようにね、可愛い形をしているキャンドルもありました。まあ、みんなね、当然誕生日とかにキャンドルつけるので、ろうそくね、すごくおしゃれかなって思います。まあ、可愛いのもたくさんあるので、まあ、誕生日ケーキを可愛くするためにつけようって感じですね。こちらもなんか珍しいなって思いました。あんまくねくねしてるろうそくとかあんま見つけないんで、すごくいいなと思いました。で、こちらもね、誕生日に関するものですね。で、こちらはマニキュアなんですけど、すごくいいなと思ったのが、こちらの紫のキラキラなんですけど、ラメが入ってますね。すごく可愛いなと思いました。他にもね、たくさんありました、青とか紫とかで。こちらはネイルシールですね。すごく可愛い模様がたくさんあったんですけど、お花とか、まあ、ビーズって感じのものが多かったんですけど、すごく可愛いなと思いました。もう女の子はこれ絶対欲しいって感じなんですけど、こちらもね、こういうのもすごく可愛いなって思ったし、まあなんて言うんだろうね、もうネイル好きの子にはもうたまらないって感じですよね。すごく可愛いし、まあでおしゃれって感じですね。で、他にもたくさんあったんですけど、まあとにかくピンクとかが一番可愛いなと思いました。こちらはね、チャック付きの収納袋なんですけど、ミッキーとか、まあ、他にもキャラクターがあったんですけど、可愛いなと思いました。で、こちらはヘアポニーですね。で、こちらはね、まあ、キーホルダーっていうよりかは、まあ、家の鍵とかにつけれる、まあ、マスコットとかなんですけど、すごく可愛いなって思いました。で、こちらはポーチとかですね。すごく可愛いなって思いました。たくさん物が入りそうだし、あ、こちらもすごく可愛いなって思いました。マイメロ可愛いよね。で、こちらはね、シナモロールのプロテクトカバーですね。で、こちらはまあミニチュアなんですけど、こちら青色の服を着たクマとピンク色の服を着たクマがすごく可愛いなって思いました。で、他にもミニチュアがあったんですけど、まあソファーとか、こちらも可愛いし紫だからね。あとは机とかで、こちらはお花なんですけど、すごく可愛いなって思いました。他にもね、たくさん種類がありましたね。おしゃれなやつとかたくさんあったので、まあ自分的にはすごくおすすめだなって思いました。で、こちらもこんな感じなんですけど、まあ、こちらもね、おしゃれとして使えるんですけどね、私が一番いいなって思ったのがこちらの紫なんですけど、まあ、可愛いよね。こちら葉っぱも紫に揃えてて、一つのカラーをメインにしてるので、すごくいいなって思いました。ゴールドと紫ですね。すごくおしゃれだなって思いました。で、こちらはね、コラージュ用とかのシールなんですけど、まあ、たくさん可愛いシールがありまして、私シールめっちゃ好きなんですね。
で、可愛いシールとかたくさんあったり、おしゃれなシールとか、たくさんありましたね。で、こちらはね、クリップとかがありましたね。こちらは袋につけるシールとか、クリップですね。こちらはクマちゃんとかカップケーキとかがあります。はい、で、こちらね、勉強用に使う付箋なんですけどね、矢印の形ですね。珍しいですね。で、こちらは、たくさんの模様、可愛い模様とかがあるんですけど、すごく使いやすそうだなって思いました。で、他にもね、たくさんありました。はい、で、こちらもね、コラージュ用とかシールなんですけど、すごく可愛いなって。全部ね、ほとんど全部可愛いんですけど、特に自分が好きな色、緑なんですけど、めちゃくちゃこちらが可愛いなって思いましたね。みんなはね、何色が好きですかね。私はね、すごく緑が好きなので、まあ緑のシールとかバンバン買っちゃうんですけど、で、こちらは鉛筆ですね。こちらの色すごく可愛いなって思いました。これを買おうかなって思います。すごくいいし、書きやすそうですね。 2B なので濃いなって思います。で、あ、こちらの柄も可愛いなって思います。お子さんの入学式準備とかに鉛筆とかすごく必要だなって思うので、とにかく可愛い鉛筆を買いましょうという感じですね。で、こちらは消しくずの出ない伸びる消しゴムだそうです。すごいね、消しくず出ないんだ。なんか多分じゃあ使いやすいのかなって思います。で、こちらはキャップですね。こちらも可愛いです。で、こちらもシールですね。こちらもコラージュ用です。たくさんありました。こちらもね、たくさんの種類とかがありまして、こちらはね、フィルム風シールです。すごく可愛いなって思いました。フィルムとかもね、たくさんみんな使うと思うので、で、こちらね、たくさんの種類がありますって感じです。お花とかハートとか、まあ、たくさんありますね。はい、で、こちらはマーカーですね。まあみんな勉強するときにマーカーとか使うと思うんですけど、こうやってね、こういう色を使うことによってノートが綺麗に描けるって感じですね。すごく自分はね、素敵だなって思いました。で、こちらはね、修正テープです。なんかすごく新しい感じが出ましたね。ペン&テープですね。こちらは10色ボールペンです。すごく可愛いなって思いました。で、こちらも買っちゃいます。本当に10色あるだけで安いのでね、こちら本当にセリアはいいなって思います。こちらピンクバージョンですね。上についているクマちゃんがすごく可愛いなと思います。こんな感じですね。2色ありました。私ね、茶色の方が好きでしたね。可愛いなと思いました。プリンカラーって感じ。はい、で、こちらね、リコーダーですね。リコーダー風のボールペンだそうです。すごくおしゃれですね。で、こちらもね、リコーダー黒バージョンだそうです。で、こちらはね、付箋とか、まあ、いろいろ使えるんですけど、桜とかのイメージがすごくいいなと思いました。で、こちらもミニチュアでバケツとかテーブル、そしてね、ゴミ箱があったんですけど、こちらのゴミ箱を下をね、押すと開くので可愛いなと思いました。他にも椅子とか、あとはね、なんだろう、あ、このように棚とかがあります。可愛いよね、ちっちゃいから。で、こちらもポーチとかなんですけど、まあ、星のカビとか可愛いですよね、こちらね。他にもどんなキャラクターがあったっけ。こちらはシロタンって書いてありますね。こういうキャラもすごく可愛いし、あとはブルーロックとかケースとかですね。こちらも可愛いな、猫ちゃんとかあったり。こちらはしんのすけですね、野原しんのすけ。で、こちらもカビだったんですけど、カビすごく可愛いなと思いました。で、こちらね、化粧する前のピンとか、あとはブレスレット、サンリオのブレスレットですね。すごく可愛いなと思いました。で、こちらはね、サンリオのね、ブラシスタンドなんですけど、シナモンロールがすごく可愛いなと思いました。色合いも好きだなと思った。で、こちらもポーチなんですけど、こちらハンギョドンですね。可愛い。で、こちらはポチャッコですね。ポチャッコ自分めっちゃ好きなんで憧れてます。で、こちらシナモロールですね。こちらも可愛いですね。まあ、勉強とかにも使えるのかな。こちら鉛筆とか収納できたりしますね。こちら黒みです。で、こちらはポーチなんですけど、シナモロールですね。可愛いね。こういうのも全然いいと思いますし、こちらはミニチュアでバッグですね。こちらで、他にもね、推し活フレームとかがあったり、あとはね、メガネとかがすごく可愛いなと思いました。こちらのピンクのメガネとか、こちらのね、黒のグラスって書いてあるんですけど、すごく小さいしおすすめで、こちらヘッドホンですね。あとはね、ラッパとかイチゴ、あとパンとか朝ごはんですね。こちらすごく可愛いなって思った。あとはキャンディーとか、あとはなんだろう、
こちらキーホルダーなんですけど、すごく可愛いなと思いました。猫とかですね、こちらで、ミッキーとかもヘアゴムとかがありますし、お風呂セットのキーホルダーとかがもうありました。まあ、いいよね、ミルクとか、あとはフルーツ牛乳ですね、美味しそう。でこちらはクマちゃんのキーホルダーです。すごく可愛いね、こちら。で、こちらのキーホルダーは鈴で、まあ、カラー付きで、すごくチャリンチャリンって言います。で、こちらはチリカワですね。チリカワもたくさん可愛いなって思いました。で、こちらは星のカビーです。星のカビーめっちゃ可愛すぎ。こんな感じですね。で、他にもね、たくさんキーホルダーがありました。こんな感じです。可愛いね、チリカワ、本当に。チーカーはまあマジで好きですね。でこちらはビーズなんですけど、フラワーとか他にもたくさん可愛いのありましたね。あ、キラキラしてるやつが好きなんですよ。こちらアメちゃんになってありますね。すごく可愛いなって思いました。でこちらはお花のねビーズですね。すごく可愛いなって思いました。自分は好きです、めっちゃ。こちらはねシールなんですけど、このようにすごく可愛いのもあれば、お花とか、私お花好きなんで、これとか全然可愛いなと思いました。こちらもね、コラージュにも使えれるかなと思いますし、こちらもね、可愛いと思いました。ということでね、今回はセリアに来ました。また次の動画でお会いしましょう。